ンタスチャンネル。皆様ごきげんよう。ごきげんよう。まあちょっとね、あのオープニング前にアクションが、そうですね、はい、びっくりしました。あのこうちゃんがちょっと今がっかり、めちゃくちゃびっくりするじゃないですか。言うとやろ。まあまあまあいろいろありますよ、はい、ね、はい、ということで、まあ、先週はなんと340万馬券エリザベス女王杯、びっくりしました。10番人気ですか、赤い糸、はい、でなんとね、はい、1着2着キズナ3区なんですよ。おで、キズナ3区初 G1 制覇、はい、おめでとうございます、まあ、ありがとうございます。まあね、あの競馬はやっぱり何があるかわからない、いや本当にそうですね、はい、で、あの今週はねマイチャンピオンシップということで、まあ例年なら京都で行われるんですけど、うん、去年今年とね阪神競馬場で、そうですね、はい、はい、なのでまあちょっと過去のねデータはちょっとまああのあんまりこうね当てにならない、そうですね、全然あの 1600m っていうのが一緒なだけで条件は全然違います、全然違いますからね、最後直線坂あるし、そうですね、で、あの時計の速い高速馬場の京都と、まあパワーのような阪神と、まあちょっとまた変わりますからね、まあそんなこんなでね、あの今週も当てたいなと思っておりますということで、まあ今週はね僕とこうちゃん両方、はい、G1 マイルチャンピオンシップということで、はい、はい、僕から言っていいですか、言ってくださ、はい、僕の予想は早速ですがこちらです。本命インディーチャンプ、これね休み明けなんですよ、でねちょっとねもう6歳で調教も正直そんな動いてないんですよ、うん、ただもうあの相手を待つ余裕があっての時計なんで、体調が悪くて時計が悪いわけじゃないですね、うん、なのでまあもう体調は万全かなと、はい、思ってるのと、去年やっぱりねズボン全盛期のあの末足、あのグラーレグリアとのコンマ1秒差、うん、で去年は阪神競馬場やったんで、うん、条件一緒なんで、そうやね、今年はまあ後で話しますけどグラーレグリア一番下の評価です、はい、逆転やるんじゃないかなと思っております。はい、で対抗がサウンドキアラ、これは人気ないんですよ、そうです、人気ないですけど前走でちょっと復活の気配、うん、プラス今回武豊ジョッキー、いや久しぶりのね、うん、JRA の G1 制覇見たいっすよね、豊ジョッキーのね、うん、もうそんなにね長くないと思うんで見たいなと思って、まあここらでちょっと一発持ってきてくれへんかなと思ってます。3番手 ダーノンザキッド、うん、なんか面白いこれはね、ちょっとあれですね、弥生賞からちょっとね、思惑が崩れまして、そうですね、はい、ただジャスタウェイ3区なんで例年の京都開催よりここの方が絶対いいと思います、阪神の方が、はい、で、マイルチャンピオンシップってね、特に阪神の戦力ってヨーロッパ血統が入ってる馬がね結構強いんで、このダノンザキッド、はい、母系がヨーロッパ系なんで、はい、ここもねあの復活の、レースがあるかもということで、うん、はい、で4番手サビオス、これはよく分かりません、はい、よく分かりません、ほんま走るか走らないか分かりません、ただ去年マイルチャンピオンシップは大外入ってデブルジョッキーが下手こいたんで、はい、あれはちょっとね、そうです、度外視です、はい、だからまあ巻き返しがあっても不思議ではないので、はい、入れました。で以下三角が1番人気2番人気ですね、シュネルマイスターとグランアレグリア、うん、でグランアレグリア普通に走れば一番強いと思います、うん、はい、ただやっぱ前走 2000m 使ってるんで、うん、ペースが違うんで、まあ、あの2000を走ってしまったが夢の凡走があるんじゃないかなと、はい、思ってます。でプラスこのシュネルマイスター、はい、前走毎日王冠直線だけで、前頭ごぼう抜きと、すごい競馬にしたんですけど、これ3歳馬で今回初の長距離輸送、うん、これはねちょっと試練かなと思ってます。まあシュネルマイスター来年の安田記念はねこの馬硬いなと思ってるんで、怪我なければ、うん、ただここはそんなことないなと思って印にしました。で馬券は、本命のインディーチャンプ、一等軸の相手5頭、3連単マルチで60点いきたいと思います。楽しみです。はい、まあ、1着サウンドキアラ、2着ダノンザキッド、3着インディーチャンプやったので、これもう多分2、30万は軽くいった、2、30万どころじゃないですね、11番人気だったんでサウンドキアラが今もうやばいね、はい、多分5、60万はいくかなと、はい、思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、私ですね、はい、20丸はグランアレグリア、まあさっきヤットさん言ってたけどやっぱ強い馬は強いと
言いましたその部分言うてたのはこの距離と不安がある僕は強い馬は強いあなるほどなるほどそういう意味で二重丸です、はい、本当は意見賛成なんですけどね、はい、2000走った後の短い距離はちょっと怖いなというのとちょっと間が短いああそうですね、感覚ね、感覚ね最近の馬良くないからねそうですね、そうですね、はい、それは怖いねんけどやっぱり最後のレースということでインターレースですもんねここはルメールジョッキーに全力で追ってもらうそれで対抗インディーチャンス、はい、やっぱりこれはどういう点かな、コバの力、はい、対象格ですからねそうですよ、はい、ほんまに去年のレースもねあのグランアレグリアを抑えながらの直線勝負で最後は刺されたけど、うん、あれができるっていうのはやっぱり福永ジョッキーのこれしかいないそうだほんで3番手にダノンザキット、うん、ちょっと似てる ね, そうですねちょっと今回ちょっと予想似てるんですけどダノンザキットもパワータイプちゃうかなと、はいはい、ほんでひょっとしたらやっぱ短いのが合うんちゃうかなっていうのも僕の中であるんで、うんそれで3番手評価の生まれんボックスで、はい、もうどうしてもこれグラン入れるから絞らないといけないんで、はい、本当はいっぱい入れたいんですよちょろ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 って、はいはいまあ、それは飛ばします、はい、そういうことで僕の予想はこれですはいさあさあ、はい、お前の男の3とそうですね、はい、男じゃないんですけどよいしょじゃゆうくん今日は何か何なんですかですね僕はね今日はですね、このマイルチャンピオンで気になったのが、はいはいはい、こちら、シルクレーシングさんが出るサリオス。サリオス気になったのな、さっきサリオス分からへんって言ってたけど、サリオスは分からへん。一番よく分からへん。じゃあ、まあ、こちら、シボバがハーツクライ3区ということで、はいはいはい、これね、あの僕はあまり、そう、シボバに対しての、その、そのレースどうやったとか子供はどうやったとかっていうのはちょっと分かってないんで、はい、ちょっとね、はい、お二人にいろいろお聞きしたいなと思います、はいはいはい、ハーツクライ3区、はいはいはい、こちらってまあもう今サリオスは多分最初出た時はもうバンバンバンとかって今そうですねそうですねちょっと今低迷してますけど、はいはいはい、この後、まあハーツクライ自体がどうやったのか、はいはい、この今後どうなるというんですかね、まあ、ハーツクライ3区の成長力っていうかねハーツクライ3区っていうのは基本的にハーツクライ自身も、はい、コマになってからもう能力フル回転ですね、うん、でディープインパクトに唯一国内で勝った馬有馬記念ルメールジョッキー、はいはい、でその、まあ、ハーツクライの子供たちっていうのも基本的には、はい年いくにつれて強くなります、はい、基本的にはですね、はいサリオスみたいに2歳の時から勝つ馬も当然います、はい、でも成長力があるんで2歳より3歳、3歳より4歳、うん、まあ5歳、4歳と5歳が平行線で6歳からはやっぱりちょっと衰えていくっていう、やっぱりさすがに、ね、馬って絶対そうなんで、はい、でまああとハーツクライ3区で言うとまあこの今回サリオス出てますけど、はい、このお姉ちゃんサラキアって言ったんです、はい、これがそうです、うん、サラキアがねこれがなんと引退の年の、春ぐらいまで、うん、夏前ぐらいまで条件馬って言って、ね、あの下のクラスしか出れない馬だったんですよ、うんはい、それがあの小倉の競馬場かな、うん、そうなんですよ博多ステークスかなんかですね、うん、あれを皮切りに、はい、その年の秋に府中牝馬ステークス買ったんですよ確かね雨の中で最後有馬記念で最後思いっきり突っ込んできて去年でしたっけ去年2着ですよね2着ハーツクライ3区っていうのはすごいやっぱ成長力があるわけです、はいはいはい、でちなみにそれがこの、サリオスのお姉ちゃんなんでしかも同じシルクレーシングなんです、うんはい、だからサリオスもまあこれから、はいまあ、ちょっと足元が弱くて思うように使えなかった馬なんでこれからそれがコンスタントにちゃんと調教ができて使えるようになったら能力フル回転で復活もあるかなと僕は思っておりますで、わからないっていうか、ね、最終決定で、ね、そうです、かからない今回はそれに当てはまるのかどうかがわからないんで、はい、分かりました。では僕はこちらサリオスの副賞を買いたいと思いますそういうことそういうことそういうことじゃないなるほどなるほど納得したんで納得しましたもうちょっとね、まあ、まあ低迷したからねどうなんやろうなというのがありましたんでマカ引きの例があるからそうですねあれ8歳でしたっけ来週出てきますよマカ引きねジャパンカップジャパンカップ、はい、ちょっと来週もジャパンカップめちゃめちゃ楽しみですはいはいそうですね
まあまあそんな感じで、はい、マイルチャンピオンシップの予想というか、まあ、サビオス惜しいということで、まあ、ちょっといろいろ聞いちゃいました。はいはい、まあ皆さん参考にぜひお願いします、はい、まあということでね、来週はいよいよジャパンカップなんで、はい、はい、ダービー馬が4世代出てくるんですかね、はい、と先ほど言われたマカニキ、マカニキでワグネリア、コントレイル、コントレイル、ダビートナヤ、シネルマシタギ、いやシネルは、シャブリアール、シャブリアール、はい、あー4世代のダービー馬が出てくるジャパンカップって多分ないと思うんですよ、はい、ダービー馬って基本早引退するんで、うん、今までは、ね、はい、でも最近はそのダービー勝つ馬っていうのがディープインパクト産駒なんで、そのディープインパクト産駒の子供がみんな守護馬になってるんで、もういらないんで走らされます、はい、そういうことです、はい、まあ、そんな、豪華なジャパンカップが来週ですので、はい、そちらの方もお楽しみにということで、はい、まあね、今週これがね、当たれば来週への軍資金にもなりますので、はいはい、ぜひ当てましょう、当てましょう、はい、当てましょう、はいはい、ということで、まあ、ゲーム予想ね、僕ら、楽しみでやってるだけなんですよ。はい、だんだん楽しみだ。ゲーム予想、もう楽しみでやってるだけなんで。ね、はい、はい、はい。皆様、まあ、見ていただければ、幸いです、はい。はい。よろしくお願いします。ということで、じゃあまたね、今日はこの辺で終わりたいと思います。はい。はいはい、じゃあまた次回、さよなら。